はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。圧倒的上振れジャスティスリュウです。さあ本日なんですが、ものすごいコメントをいただきまして、このデッキ作ってきました。芝からインフェルノイド使ってくださいっていうコメント結構来るんですよね、あの動画に。上振れデッキ皆さん好きなんですよね多分ね。圧倒的上振れジャスティスデッキ、インフェルノイドっていう、まあ、テーマ、どういうテーマかっていうと、まあ、手札墓地からインフェルノイドモンスターを除外するとなんか出せるっていう、まあそういう効果を持っているモンスターで、特殊召喚しかできないんですよ。通常召喚ができないモンスターがめちゃくちゃ多くて、でインフェルノイドって、まあ、どういう動きをするのが一番強いかっていうと、墓地から特殊召喚ができるモンスターが結構上級に多くて、でしかもなんか効果的にはそのなんか出た時にモンスターぶっ破したりとか、あと出た時にその魔法トラップぶっ破したりとか、モンスターの効果を無効にできたりとか、いろいろ強い上級モンスターがいて、でこういうモンスターは墓地からわらわら沸かせるっていうね、そういう気になってるんですよね。で墓地から沸かせる場合、いや墓地肥やしをしなければいけないと、ということで、今回墓地肥やし3種の神器全部入ってます。芝刈り、それから名推理、それからモンスターゲートと、まあ、こういったカードが全部入ってまして、でこのカードで墓地を肥やして、でインフェルノイドを墓地に叩き落とし、こいつらを出して、相手の盤面を崩壊させていく、完全に高校ワンキルデッキという風になっております。先行正直やること全然なくてまあ一応モンスター効果無効にするみたいなやつがいるから、そいつをそのデカトロンとかでコピーしてなんか出しとくとかはできるんだけれども、まあそんなにやっぱ強くないんで、高校からまくっていくデッキですね基本的には。でどういうねまあカード入れてもいいんだけど、結局そのモンスターゲートと名推理があるから、やっぱ通常召喚ができるようなモンスターを入れちゃいけないんですよね。だから誘発とかもちょっと入れづらくて、なので今回は相手の高校をまくっていけるようにライトニングストームとかひとしずくとか、あとラバゴとか、こういうカードが入っていて、で、自分は墓地肥やしをしっかりとして、展開していくみたいな感じになっております。デッキの構築としては。はい。動かし方はね、まあ、ちょっと癖があるんですが、とりあえず、覚えておくことは、インフェルノイドを墓地にいっぱい叩き落として、墓地からいっぱい出すっていう。まあ、そういうことなんで、早速ね、ちょっとデュエルをご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。ハンド良さそうだね。なんか、ワンチャン強そう。モンスターはサンボルでもラバゴでも処理できるんで、これ相当強いんじゃないかなと思うんですが、召喚師アレイサ OK、まあ、これも別になんかメルカバー出されたところでサンボルで一応1枚踏みに行けるんで結構強いですね。まあ、2体本当は出していただきたいですけどね基本的には。はい。で、あ、アルテミスちゃん、はいはいはい。でメルカバーの、弾を供給していくスタイルね。で、おっと教頭ウォーターフロント出た、最強のフィールド魔法。あすげえことしてんのおい。なるほど。妨げられた怪獣の眠りで、怪獣めっちゃ出していく。なるほど。はい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 。あ、それであれですか。この、ドグランは、ドグランどうすんのこれ。ドグランいただけるもしかして。これ。やった。アレイスターと光属性をゲームから除外することによって、はい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 。でメルカバー君ね、了解、いいでしょう。でトークン出てきた、なるほど。龍一でトークン1体でリンク召喚か、なるほど。リンクスパイダー OK、 リンクスパイダー了解しました。何が来るんですかこれは。ああ、そういうね。ああ、はい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 。あ、全然いいですよ。で、あれですかね。フュージョンデスティニーを落として、デスフェニーみたいな感じですかね。はい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 。これ、怪獣召喚獣じゃんね、やってること。なるほど。その動きもできるのは結構強いですよね、そのデッキ。はい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 。いいでしょう。で、デスフェニーちょっとドラン処理するみたいな感じか。なるほど。だからラバゴの安心感やばいな。ラバゴの安心感えげつねえぞ、これ。なんかどんなモンスター出されても別にいいやってなってますからね今。別にいいやっていう、何出されてもそんな困んないし、3体クソやべえ制圧モンスター出てくるとちょっとめんどくさいみたいな感じあるけど、まあそうじゃなければ別にいいですよ。エンドフェイスですね。はい。こんなものだって、ラバーガードのサンダーボルトっていうなんか犯罪みたいな動きすればいいんでしょう。一応エクストラから出てきたモンスターがいる状態だじゃないといけないので、ちょっと連合の虚無いっていいですか。煉獄の虚無発動していいですか。
発動して、これ止めてきます、あ止めてこない、なるほど。でインフェルノイド、ティエラとかいうヤバすぎるモンスター爆誕させます。デカトロン、まあ、これは正直なんかその墓地肥やしのためなんで、まあ、ここ別にその出てきたティエラをあれ、メルカバーで無効にされたところでそんなにあんま関係ないですね。でいっぱい融合していくいいぞ、行けティエラちゃん、さあうえー、はいドーン、ティエラちゃんドーン、効果そう、これはいろいろ効果は発動するけど、これさすがに止めるよね多分、これさすがに止める、まあでも止めないか、あ止める、はいはい OK で、ティエラ効果止める、で無効にして、除外される、まあティエラはどうでもいい、まあここまでは挨拶で、まずは出す前にとりあえず処る方がいいか、一旦これをこうして、まあ、一応うらら持ってたとしてもなんとかなると思いますね、うらら持ってたとしてもなんとかなる、これはモンスター出てくるから、だからどっちか打てる、多分モンスターゲートか名推理か、さあどうする、うらら打ちますか、うららちゃん打ちますか、おとレベル1、おうらない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 ですね、うららないと世界が終わりますよさあいっぱい落ちますよ、もう通常召喚モンスター1体いってるんで、あと2体しか入ってないんで、デッキの中通常召喚できるモンスターだほぼデッキ掘れんじゃねえかなこれ、さあいいぞ、順調に落ちているぞ、いけ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 、どんどんいけいいぞ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 、ものすごい落ちてるぞ、ものすごい量のインフェルノで落ちてるぞあ、オッケーで、白雪出てきた、強いで、白雪出てきた、まだまだ遊べるぞ、モンスターゲート発動どんだけ墓地肥やすんやこいつってなってる、多分ねあと多分デカ、あんま強くねえな、まあ、いいや、デカトロン特殊召喚で効果発動一応して、これはレベルは別にどうでもいいな、まあ何でもいいんだが、正直あれなんですよね、どうせリンクスターになるから別にどうでもいいっていう。でまずは墓地コストをめっちゃ使っていっぱいモンスター出していく。でここで、あ2ビル、これ2ビルあるあれこれ2ビルあるな、めんどくさいな、2ビルは2ビルめんどくさ、マジやるね2ビル、2ビルある、12345、あーでも5回だもんね、これ多分2ビルだな、なるほど、めんどくせえな、めんどくさいな、めんどくさいけど行くしかないな、とりあえずヒータちゃん出そう、でヒータちゃん出して相手のドゴランパクる、相手のドゴランパクる、はい、で一応アポロウーサ出せばケアできるんで、アポロウーサ着地できればなんとかなりますね、多分、あできないですよねわかりました、ではですね、大丈夫です、特に何もありません。でニビルが着地する、でもこれでも全然展開できんじゃないかな、トークンってレベルいくつだっけ、これニビルトークンって、ニビルトークンはそれはいい、ニビルトークンはレベル11か、じゃあなるほど、墓地コスト使ってまず白雪出すでしょ、白雪出すでしょ、はいはい、もう潤沢にね墓地が超えてますんで、いくらでも除外するコストありますこれは特にあんま関係ないか、でもう一回、これは何でもいいな、一回こうするか、まあ、とりあえずリンクモンスターを出してレベルを消さないとね、インフェルノイド君がなんか出てこれなくなっちゃうんでね、でもう一回白雪出すでしょ、で魔法使い族モンスターなんで、これあとは魔法カードが残ってれば別にいいので、セレーヌアクセスとかいう最強効果は発動きますんで、一回とりあえずこれ全部除外するじゃないですかあ、墓地の魔法カードはね、セレーネが一回効果使えるくらいの効果残ってれば別にあんま関係ないんで、とりあえずセレーネ君、まあ一応セレーネの間に渡るんだったらあれですけどね、逆ですけど、
はい、でこれでいいでしょう。はいはい、でセレーネ爆弾。はい、一応魔法から残しとくと一応相手ターンでもなんかそしらぎ出したりすることはできるんだけど、どうせアクセスするからあんまり関係ないですよね。相手にもあの墓地にも魔法カードめっちゃとか別に関係なかった。で神聖魔法攻撃をセレーネの方がと、カウンターを取り除くことによって史上最強モンスターを出すことができる。これでもう一回白雪出してからの、まあ、リンクさんと白雪でアクセスコールとかいうヤバすぎるモンスター出す。はい、風をつかめアクセスコードトーカー。アクセスコールトーカーはリンクモンスターをゲームから除外すると相手のフィールドのカードを破壊することができる。お前まだ生きようと思ってんのか、怪獣ぶん投げたところで止まると思ってんのか俺のデッキが。怪獣ぶん投げられた程度だよな、ニビルぶん投げられた程度止まんないんだよニビルぶん投げられた程度止まんないんだよバカ誰が。これはインフェルノ2体出せばいいですね。もう墓地潤沢すぎる、墓地があまりに潤沢、あまりに潤沢、湧いてきすぎ問題ゾンビだろこれもはや。で挨拶でネフェモスも出していく。はい、ほいほいほい、つえつえつえ、バトルフェーズいきましょう。ぶん殴って、はい、ういういで、ういで、ういはい、バケモンだろこのデッキ、このデッキバケモンすぎる、どんだけ墓地から湧いてくんだよ、バケモンだバケモン。はいはいはいバリッツエバリッツエやばすぎる。やっぱ墓地小屋しかの2連打できた時の上振れ感半端ないですねこれね。結構アドレナリン出てる今これいいじゃんいいじゃん、いいね。やっぱねこのねぼっち壊し方2枚あるとやっぱねなんか すごいねテンション上がるよね。ラバゴとぼっち壊しカードがあった時のテンションの上がりようはやばいですよこの時は。はい、まあ、60枚できて上振れ展開ってそういうこと言いますからね、まあ、芝刈りが打てなかったところで、まあ、名声でも門限はあるんでなんとかなる。まあ門限は通常召喚ができ通常召喚というかモンスターが並ばないとあのフィールド上に打てないんで、まあそれがその満たせないことはあるんですけどね。ちなみにで流走権限いいでしょう。まああのいつもの双剣ムーブですねこれは。バリ強いやん展開、やばやば強っ、ドラガイとバロネス関所だってやばすぎるでしょこれクソ強え、そつえ、まあちょっとこれはあれですね、手札決まってなかったら絶対負けてましたよこれ。魔法カード無効にしてくる系のモンスターが立ってて何でも向こうが1回とモンスターが1回向こうという3防火ですからね、これ最強ですよこれ。さすがにさすがに強い。まあとりあえず一体これちょっとどかしてもらって、はいさよなら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 はいはいさあどうする、あ石書庫か、なるほど、あートークン生成で壁出すってことか、なるほどな、オッケー了解さあ盤面を一気に処理していく2枚のカードで、2枚のカードで相手の三妨害を踏み越えていく。そして暗剣装填の効果によって双剣暗転換の効果によってトークンが出てくる。まあとりあえず一旦名推理打つしかないか。まあこれモンスターですからモンスターゲートも出ますしね。さあ名推理発動、さあうらら打つか、あうらら打つ、オッケー了解です、いいでしょう。じゃあモンスター特殊召喚してからモンスターゲートで、まあモンスターゲートで何落ちるか問題ですね。あとは死ぬほどモンスターが落ちてくれると嬉しいけどね。でとりあえず一旦これ出すじゃないですか。で表側カードを手札に戻す、一応トークン消す、はいさよなら、はい、で門限打つ、はい、さあ頼むぞ人掛けモンスターゲート、うおー、ああいい、今のところいいよ、今のところいい、あ今のところいい、いいよし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 、いいぞ今のところいいぞ、いいぞいいぞいいぞ、墓地落ちてるぞ
これなんかゆっくり墓地置かないのもちょっとうざいよな。これでも早くなったらしいですけどね、どうやら。あーでもマジカード多いな。インフェルノイドがいっぱい落ちてくれるとね嬉しいんだけど、あのインフェル、あーここでしらけ出ちゃったか。そんなにインフェルノイドが肥やせてない気はするな。なるほど、あー3体しかないもんな。とりあえずバエル出すか。出してぶん殴ってから考えるか。バエル白雪で一旦ぶん殴りバトルだな。はい、でぶん殴るでしょ。でこれも26ぶん殴るでしょ。でメイン2入る。でもう一回ヒーター出すでしょ。で相手うららあるから墓地にうらら蘇生できるんですよねこれ。これねうららめっちゃ強くて、相手のうらら、相手のうららめっちゃ強くてこれ蘇生できるんで、ヒーター最強なんですよこれ。こうなるんで、でこれでセレーネいけるんで、まあセレーネアクセス結構できるから結構簡単なんですけど、まあとりあえず一旦白雪で相手のねモンスター効果を封殺していきましょう。多分ねこれはね残しておきながらその白雪を墓地に多分アポロウサした方が強いと俺は思う。はい、まあ、これもできるっていうことですね基本的には。はい、で3セレーネですね、これ3セレーネ。あ、ウィンドペガサスどうすんのこれ。ウィンドペガサスはちなみにティアラで落とすようです。はいはいはい、とでこれで3体でリンク召喚してアポロウーサで蓋して、で白雪が1枚持ち落ちてから一応まあ妨害的にはまあ1234妨害ですね。相手のモンスター効果をまあ3回無効にして1枚裏返しも表示できるんで、まあさすがに多分止まるんじゃないかな。まあアポロウーサちゃんのあの効果でどれぐらい止まってくれるかはちょっとわかんないですけどね。さあ、ドラゴニックダイアグラムの効果は止められない。でアグニマズとバニッシャーが破壊されるとモンスターが出てくるが、モンスターが出てくるががそれを無効にしていく。はい、でアポロウーサちゃんの効果発動、モンスター効果を1回無効にすることができる。この効果は、打点が800ポイント下げられれば何回でも発動することができるぞ。よし、ナイスパンチの姉さん。さあパンチの姉さんナイス。エクレシア何強い。何強い。あ、それは無効、さすがにそれは無効。さあ、アポロウーサの効果とアポロウーサの効果によってエクレシアの効果を無効にしていく。オッケー、危ない危ない危ない、やばい、打点800になっちゃった、まずいぞ。まだいんのかい、まだいんのかい、てめえ、うっとうしいな。バトルオッケー、あいつはメインフェイスにしか遊びがいいんで、白雪で裏側にすれば止まりますね。除外しましょうカードを慎重に。まあこれでキル届くかな、リンク読んだからな。アクセスとかできればね、あの届きそうな気がするけど、3550でしょ、3550か、届くかな。であの手札はあの神竜だから、多分この後の展開は何もできなくて、でクレシアは裏返し無表情なんできないから大丈夫で、であとは俺が打点が出るかどうかゲー、あリリースか、なるほど、出せない、出せないか、あバエルは出る、バエル26じゃん、来たか、あれ1500だもんな、守備力1500だもんな、1500、これ出すでしょ。でバエル爆誕させる、バエル爆誕させる、26と800を足すと、あギリ足んねえ、はいひらめいちゃいました、はい最強モンスター墓地にいました、相手なんか知らんけどヤバいモンスター墓地に送ってます。はい引いた特殊召喚、引いた効果発動、相手の墓地の炎属性モンスターを蘇生することができるんですね、これね、ええ、はい、ウララじゃなくて、そうアグニマズとバニッシャーを特殊召喚すると、なんとこいつは打点が2900もある、なんて強いんだ、うおー残念でしたね。残念でしたね。とりあえずこれでバトルするか、さらばだ歴戦のデュエルスたちよ、うおー、インフェルノイド最強、かっこインフェルノイド0体対戦、ありがとうございました。あーまあ悪くない、ラバゴメ推理ある、いける通れば
結局ね、ラバーゴーレムとかいうカードがめっちゃ強いんですよね。結果天国の何やばい、ゴミデッキの匂いする。うわ、ゴミデッキだ。俺も結構ゴミデッキだけど、相手もゴミデッキや。なるほどね。あ、ディストピアか、今いらねえな。シャドウディストピア今いらねえな。一回インフェルノイドベルゼブル出して、これ名推理かな、名推理発動、名推理発動、うらら打たれる。ああ、うわあ。やめろ、そんな落としちゃいけない、やめるんだ、バカ何してんだ。ヘリオス入ってんの、草、やばい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 、なんでヘリオス入ってんの、全部除外されたらやばい。うわ、俺のデッキのリソースが、やめろ、うわ、止まれ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 、危ない。まあそのまあそんなに、そんなにあれだな、あの落ちなくてよかったな、危ない、デッキが過ぎて全て除外されたところだった、危なすぎる、マジでやばい。マジやべえこと起きる、マジやべえこと起きる、これどうしよう。いや、これマクロコスモスガチでやばいんですよね。マクロコスモスされたこと何もできないんですよね。一応連環ゲーム発動するのこれ。いや、マクロはやべえマジで、ま、ライトニングストームを素引きするしかねえ。ライトニングストーム素引いて、どっか消して、いや、わかったわ、あ、わかった、あとだ、わかった、2体並べないんだ、だ要するにこれこうだな、こうする、こうだろ、で、ここ除外するんだろ、で、ここ除外するんだって、こうするんだろ、で、2体で、人影、人影フェニックス、人影フェニックス出して白雪除外されんの痛えな、もうしょうがねえな、白雪除外されんの痛えけど、ちょマクロコスモスだけマジなんとかしないとやばいから、で、ここで、トロイメンフェニックス効果発動、シャドウディストピアもいらないから、これ墓地送ってこれこうするしかないだろ、でこうしてマクロコスモスぶっぱするしょ、でだ、あんまり今連覚の強魔が発動する必要ないな、でこれ人影エンド、人影エンディングストーリーで、そのクセカードは何、異次元グランド。こいつマクロコスモス大好きなんかよ、天国の王来た、やばいやばいやばい、で天国王の効果で出てくる、なるほど、で何かをセットする、なるほどね、はいはい、了解です。まあでも一応処理はできたから、なんかなんとかなんねえかな、あ、村子も起きた、やばい、めちゃくちゃやばいこと起きてる、やばいこと起きてる。やばい、耐えてくれフェニックス、耐えてくれフェニックス、耐えてくれ俺のフェニックス、ゴードン発動された、まずいぞ、やばい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 、めっちゃカード増えてる、まずい、めちゃくちゃカード除外してる、何が来るんだ一体、何が来るんだ、でこれでダイザとかだったらもう死ぬけど、ダイザとかは本当にやめてくれ、この後で村雲はいい、村雲は別にいい、それはフェニックス破壊する効果だから別にどうでもよくて、いやマジでもうちょっとあお願いします、あーオッケーで殴ってきて耐えるから、そしたらギリ、あー耐えるわけなかったー。